はい、えー、皆さんおはようございます。えー、今日もいい天気でね、あれなんですけど、なんか、この間あの、この時計、またね、<laughs> 質問っていうかね、<laughs> 来たんだけど、10時10分にね、なってるんですよ。って言これ、動かすとね、ずっとうるさいんだよ。<laughs> それで <laughs>、ちょっと気になるっていう人がいたからね、とりあえず、あの、止めたのね。で、止めたらさ、今度は止めたで、なんで9時なんですかみたいなね、いうことだったんで、一応ほら、なんか、そのコメントでさ、10時10分にすると、なんか時計って、 見やすいらしいですよ、みたいなね。いうことは一応10、分止めてあるんですよ。こ,これは壊れてるんじゃなくて、ちゃんとネジ巻けばねえ、動くんですよ。ということで、えそこそ細かいところはね、気にしないでいただきたいなと思うんですけども。まあ今日はね、一応あの、またご質問にお答えしますけれども、最近質問そんな多くないね。まあ順次ね、あの、お答えしてるんですけど、もし漏れてたら、なんかまたね、いつにこういう質問したんだけど答えてないみたいなので、言ってくれればまた答えられるようにしますんで、えー、ぜひその辺もね、 えー、言ってみていただければいいんじゃないかなと思います。さて、あのー、森口さんね、えー、倉石会長、私もぜひご質問させてくださいと。私は不動産屋の娘で、うん。今まで古い伝統の長屋を改装し、伝統って繋がってるやつね、まあ長屋式って言うんだな、うん、を、あ、長屋を、うん、伝統式の長屋、うん、長屋だな、<laughs> を改装し、2階建ての借屋を、 伝統で3軒伝伝伝統統統だだろうな伝統ってて書いてあるけど伝統だね軒、えー、持っておりますと他には3階建ての建て売りと小さなマンションを持っています芦屋にも芦屋にも山手の方に 3LDK を持ち、えー、最近売却の問い合わせが多いですと、えー、部屋数にするとお11軒になりますと法人にすると資産は奪われないのでしょうかこれからはは安い借家は 良くないと言われていましたが、2024年までに売却した方が良いんどうでしょう。2024年ね、まあ。いわゆるあれだね。う財産税とかいろいろね、グレートリセットが騒がれてるね。そして、海外に収益物件を持ちたいのですが、マレーシアはすでに持っております。おお、すごいねえ。海外移住した方が良いでしょうかえ。戦争に巻き込まれそうですね。とても不安です。よろしくお願いします。うーん これはまたね、物件見てないとわかんないんだけど、あのー、まずこれ、今のね、話でいくと、前提条件が多分個人で持ってるんだろうなっていうね、えー、話をさせていただくと、うん、これはね、うん、まあ、法人にすると資産は奪われないでしょうかってことなんですけども、えー、法人にするとね、結構コストかかるのよ。で、僕もね、あのー、実際に、自分の、自分のね、個人資産を、 法人に一回売却して、で、今法人で、ええー、まあ、持ってたものを、まあ、この、資産管理法人の方は、もう売却しちゃったんだけども、あのー、その際ね、かかったコストがバカみたいなんですよ。でね、そのコストというのは、どのくらいかかったかというと、ええー、たいね、まあ、不動産取得税、ね、ええー、と、登録免許税、ね、まあ、当然、印紙代もかかるよね。で、あとは、あ銀行に支払った手数料、 と考えるとね、4000万近くあったんだよ。で、えー、かといって、それが、あのー、失敗したかっていうと、もう、変えてから十数年だね、えー、になってたんで、十分その辺はね、ペンできたと思う。うん、だから、あのー、法人にするのはいいんだけど、一つね、僕ね、あのー、その中で失敗したのは、まあ今はね、あのー、皆さんにお勧めしているのは、 どういうことかっていうと土地が一番高いんだやっぱりね。で建物ってさ幻価症が来てんじゃんさ。そうすると建物ってのはほとんどね、その、うん、あまり価値がないのね。そうすると、お実はですね、土地。うん。これも結構さ、知られてないんだけど、あのー、まあ一つのノウハウだからね。 えー、まあ、チャンネル登録,登録者数も増えたから、あの、もうね、えー、ご紹介すると、あのー、法人で売るのは建物だけでいいんだよ、実は。土地はさ、別に移動しなくていいじゃん。で、ただ、建物を移転するときに、あのー、税務署に対してね、無償変換の届け出書っていうのを作るわけ。そうすると、借地権が設定されてない建物になるので、えー、そうすると、 移転費用がすごく安いのであのー、皆さんさ賃貸の契約書見てもらえば分かるけど契約書に何て書いてありますか <laughs> 聞こえるわけないな向こうから書いてないからなリアルだったらこれね一応お答えいただくんだけどさこれは結構高等なね話なんだよでねえー、建物賃貸借契約書って書いてあるのねだから賃貸するのはあくまで建物なんですよ で、その建物を貸す。で、それに合わせて土地があるっていう考え方なんで、えー、建物を所有権に転し,しまう、してしまって、家賃を得るのは、ね、十分、あのー、有効な手段じゃん。で、あとじゃあ、土地はどうするんですかってことですけども、まあ、固定資産税の3倍程度に、あのー、地代を設定して、えー、支払っとけばいいの。で、その支払っても借地にはならないから。 ね、なんでかっと、無償変換の届け出を出してるんで、まあ、そのまんまの状態で会社を回していくっていうね。まあ、この辺のご質問の方もね、あの、資産管理法人にしてるって言ってたけども、あのー、ね、えー、その方も土地を地代として支払ってるじゃない。だから、そんな感じにしとけば、あのー、決してね、えー、税務署の方も文句はないし、えー、実際にね、あのー、ちゃんと納税するわけだから、別に問題ないじゃん。で、そこでね、 今度、この物件を売るときは、建物と土地を売るわけでしょねそうすると、土地は長期上渡税率。建物もね、あの、まあ、母価額で売ってしまえば利益出てこないよね。そうすると、足して売ればさ、結果的にはね、利益の20%で済んじゃうわけ。だから、あのー、方法としては、まあ、その方向がいいんじゃないかなと思いますね。 で、海外に、まあ、移住するってあったけど、僕もね、昔あの、うん、オーストラリアのゴールドコーストにもう、引っ越すことを前提としてね、ずーっと動いてたの。ね。で、たださ、びっくりしたのは、あのー、インフレですよ。うん昔僕はあの、ね、もう、世界中いろんなとこ行ってさ、で、あの、頭の中で、どっかね、えー、えー、将来、 まあ、老後にね、のんびりと住、住みたいところはどっかなって考えてて、ハワイっていう物事の考えもあったんだよね。まあ、ハワイは一番いいんじゃん、もちろん。あのー、精神的にもね、なんかのんびりんだならずしてるし、あの、気持ちいいんだよね、日本語も通じるしさ。あの、いいんだけど、あの、いかんせんさ、あの、インフレもあるんだけど、あの、物価が高いってこともあるんだけど、当時ね。当時からは物価高かったよね。高いってのもあるんだけど、問題はさ、時差。あのー、っていうんで、 結局さ、その、一回行って帰ってくると一週間くらいさ、ダメージを受けるじゃん。だから、ある意味では、ね、あの、オーストラリアだったら、まあ時差ないから、ね、ただ移動時間がね、10, 10時間とか11時間でしょそういう寝て着いたらさ、日本と同じなんだから、あの、体にダメージないじゃん。で、やっぱり、原稿を書いたりしてると、やっぱ本なんかもね、あの、出版社と打ち合わせがあったりさ、まあ打ち合わせは多分、多分今となったらズームでできるけど、まあ、 当時としてはね、リアルセミナーっていうのを物考えてたから、やっぱりちょくちょく日本に帰ってくるんだろうな、ということで、えぇ、ー、オーストラリアのゴールドコースに、えー、あの引っ越そうって決めたわけ。で、当時安かったんですよ。家もね、住宅もさ、あの、安いし、えー、また物価もね、安いし、えー、ガソリンなんかさ、あの、当時60円くらいだったんやかな。60円だか70円だか、そのくらいですよ。だから、ああ、いい国だなと思ってたもん。<laughs> 見てよ、こんとこ。 <laughs> とんでもない物価じゃんさ。ねあの、うん、あれもひどいよね。あの、なんだっけ。えっと、ねその、えハワイなんかもさ、強烈でしょもうとにかく円安が進んじゃってる中で、またさらに向こうがさ、あの、いわゆる物価高だから、帳じらわないでしょうん、と思うんだよね。 で、またね、あのー、海外に行っちゃったらいいだろうって思ってる人いるんだけど、これまためんどくさいんですよ。日本に資産持ってて、ね、で、海外に移って、海外にさ、送金するでしょお家賃。源泉徴収するのよ。みんな知らないから、それやっちゃうんだけど、あとから、後から税務署が来てさ、いや、これまずいでしょって、源泉徴収税をまず取られるの。で、海外で申告して、日本で取られた税金を返してもらうのよ。まあ、これめんどくさいじゃんさ。 で、ねうちの,あのコメント欄にもいろいろ書く人いるけども、なんだ、うん、海外に資産を移すとかね、あの、そうしとけばいいんじゃないかなって言うんだけど、ま、あの、まず、あの、アメリカのね、県内ではあの、日米租税条約っていうのがあって、で、これは、あの、全部情報開示されちゃうのね。で、また、CIA とさ、まあ、日本のお、えー、機関っていうのはもう、コネクションばっちりあるわけだから、 あのー、うん、そんなんでね、簡単に逃げらんないですよ。だから脱税なんて考えちゃダメよ。うん、だから、あの、ある意味では、あですね、えー、まあ、海外に移,転移住するまでもねんじゃないかなと思うよね。結構ね、移住した人いるんですよ、知り合いでね。だけど、や、あの、やっぱ食べ物が嫌だったな。で、あと、やっぱり、あのー、言葉。うん、やっぱりこのこと言葉の問題もあるし、あとほら、うん、ね、その白人系で行くとさ、 まあ顔ではニコニコしてるけど、やっぱりさうん、その肌の色でさ、あの、差別されるのよ。うん、うん、ってなると、なんかそんなとこ行ってさ、あのー、なんか面白い <laughs> 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 俺はそれでね、まあゴールドコースは日本人も多いしね、えー、結構いいんじゃないかなとかさ、思ってたんだけど、もううちの奥さんもね、まあこんなとこ嫌だっつって、で、結局やめたのよ。うん、だから、まあ日本の国内で、まあ日本の、 うんね、その、なんとかルールの上で、えー、生きてるのが一番肩こらないしね、うん、いいんじゃないかなと思うね。だってこんなところで、今、三浦に住んでるけど、快適だよ。うん、食事も美味しいしね、あの、うん、ただ、その、下水道が整備されてないっていうのはね、ちょっと浮かんだけど、うん、あとは、まあ、ちょっと固定資産税高いな、うん、時間額よりはちょっと高いかなって感じるぐらい。で、あとは、まあ、別に、 うん、ねスーパーもあるし、えー、まあ、買い物もね、そんなに不便には感じないし、えー、物価もそんなに高くないしね、うん、なんか、いいんじゃねえのと思うよね <laughs>。ということで、まあ、あのー、まずね、ねえー、回答としてはね、ねえー、まず、法人にすると資産は奪われないでしょうか。うん。過去のね、財産で見ると、法人の財産までは狙ってないね。あ、狙ってないんじゃないごめんなさい。言葉間違いました。 <laughs> ねえー、そこには至ってないですね。で、また、あこれから安いか、ね、借家は良、ね、くないと言ってましたが、ということですけども、その安い借家が良くないんじゃなくて、あの、そこに入ってるその質の問題あるんだよね。家賃安くして、安くしないと入らない物件っていうのは、やっぱり、あの、入ってくる人もやっぱりそれなりの人が来ちゃうから、やっぱり良くないんですよ。うん、だから、 ある意味で、あの、リニューアルしたりしながら、やっぱり、ね、小切れにして、で、やっぱり家賃取れるように努力しとくべき、ね。で、そういうために、あの、キャッシュ突っ込めば、ね、現金はそこで、ね、建物に変わっちゃうし、内装費用に変わっちゃうし、ってなれば、ああ、る意味では財産税の対策にもなるんじゃないですかと思いますね。だから、あのー、うん、そういう面ではですね、えー、まあ、どうしようもないのはね、あのー、別だけど、 今の話でいくとね、足屋とか山手だからさ、結構いい物件なんじゃないですか。だからそういう面でね、あの、空いたら買える、ね、良くする、家賃高く貸すっていうような努力をしていけばいいんじゃないかなと思いますね。だからまあ、わざわざね、その、海外に移転してとかいうことまで考える必要ないんじゃないかなと思いますね。で、まあ、あとね、マレーシア、マレーシアでもね、あの、持ってるっていうことだけども、これはもう、あの、 うんどういうルートで買ったかはかないけど、もうちゃんとカウントされてると思いますよ。うん。だから、あのー、ね、えー、これからちょっといろいろね、大変な時期かもしれないけど、一回ね、まあ、確かに資産の見直しは必要かもしれないですね。あのー、一度、見直してい,ただいて、やっぱりこう、ね、あのー、価値のあるものは取っとく。価値のないものは、まあ、売れるうちに売る。ね、それで資産を組み替えるっていうような形がいいんじゃないかなと思いますね。 え、ま、資産管理法人ね、作って建物を移してっていう方法が、なんとなくいいんじゃないかなと思いますね。ま、今日もちょっと有力な、わかんないっていう人はわかんないからね <laughs>。なんか難しいこと言ってんなと思うけど、意外にさ、簡単に僕言ってるけど、結構難しいことでね、気がつくまでに下手たら一生気がつかない人もいるんだよ。うん、っていうようなノウハウを公表してるので、ぜひね、 え、なんだよ、こんな話、俺には興味ないよなって言うんじゃなくて、ちゃんとチャンネル登録して、毎回ね、あの、見る。で、え、コメントを入れる。そうすると、ね、向上心が上がる。ね、で、所得も上がる。で、不動産としてもして、ね、将来に対しての設計をしていただきたいなと思いますね。え、ということで、いいことづけめの CF 熱倉橋孝行チャンネル、ぜひね、初めての方、チャンネル登録して、ね、え、引き続き継続してみていただきたいと思います。え、それではまた。 この動画はいかがでしたでしょうか今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。